イトマンハーレイは、沖縄県糸満市糸満の糸満漁港中地区で、毎年旧暦5月4日に行われる行事である。秋の十五夜に行われる糸満大綱引きと並ぶ糸満市の伝統行事の一つである。ハーレイは、約600年前に中国から伝わったとされており、ーセ船を攻撃競い合うことで、航海の安全や放流を祈願するものである。 当日はイトマン以外でも沖縄県内各地で行われている。他の地域ではハーレーシーズンの日曜日や祝祭日に催し、観光化するところが増えつつあるが、イトマンハーレーは、新時世を重んじるため伝統通り旧暦の5月4日に行う。ハーレーシーズンの幕開けは、1週間前に港を見下ろすイトマン市長タンクの高台山展望で、早朝工事にハーレーが根を打ち鳴らし、 時期の到来を人々に知らせる。そして当日の朝に、三天坊に、南無三呂、糸満呂をはじめ、女神、糸満にあると中の世話人、ハーレイに参加する三村の代表者たちが、一堂に集まり、五願をする。この五願が済むと、港では、ハーレイの行事の開始となる。地元では、ハーレイの鐘が鳴ると、梅雨が明けるという言い伝えがある。沖縄県内では、一般的に、 ハーディーと呼ばれているが、方言の大切さと伝統を重んじる糸満では、漁業の町らしく、行事本来の名称である、ハーレーを使用している。一時期、波竜戦行事、ツミ祭りと呼んでいた時期もあったが、昭和52年、伝統を重んじ、糸満ハーレーに戻している。糸満海人の血を引く、隣町の八重瀬町、港川や県外では、 徳之島でもハーレーと称して行事を行っている漁協組合青年部による新事性をもんじる競争。勝った順に白銀道にも出て一年間の大量祈願と公開安全祈願を行う時代を担う青年層を育成する競争。レースの途中で一斉に船を転覆させ泳ぎながら船を元に戻し再び乗り込んで競争する。 糸満独自の創善技術を競う競争形態。種目の最後に行われる競争で、各村のより優れた小切手が出場する。距離も長く糸満ハーレー行事のハイライト。以上の4つが糸満ハーレーの中心となる競争で、他に、などがある。糸満ハーレー行事委員会、ありがとうございます。